はい今日はスタジオにゲストを招きしてお届けしています今日は宇多津商工会グリーンショップ会の副会長の宮脇さんはいお願いします、はい、お願いしますそして宇多津商工会の事務局長の久保さんです久保、はい、ですよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますでまず今回グリーンショップカードが新しくなるということなんですけれども、はい、そのグリーンショップ会っていうのはどういった会なのかまず教えてもらえますか はいえー、グリーンショップ会はう、ねはい、歌う商工会の加盟店の小売店や飲食店などで,です、ね、共同で集まりまして販売促進事業を行っております現在です、ね、18店舗の小売店や飲食店の方が加盟しております、はい、その加盟店、じゃあ、現在の加盟店がです、ね、浅野食料品店、上原食料品店、魚勝商店、住野新荘 住熊、住みの商店、長尾用品店、寿屋、はゆか商店、前田精肉店、田中布団店、平野屋、山田医療店、かがり火亭、播磨花店、山地狩猟店、矢野電機、宮本総合食品の18店舗です。 はい、こ,こ,こちらの18店舗の皆さんがこのカードをしているということなんですけどそのポイントカードがこちら、はい、今ありますけどこれですね現在はこの瀬戸大橋のものでこれのカードの説明をじゃあちょっとお願いできますかあ、はいえー、こちらのカードはです、ねえー、と18店舗の加盟店で,です、ね、お使いいただけるようになっております。 えーとですね、100円ごとにです、ね、こちらのカードに1ポイントずつ貯、えー、まりまして500円で,です、ね、マークが1つ印字されます。で、えー、このカードが、えー、100, 100印字されると満点カード500ポイントで、えー、満点カードとなります。そしてこのカード500点で満,満点カードになりますと、えー、加盟店で500円の買い物やあとこの満点のカードを集めていただくとイベント いや、ええー、2年に一度ですね、ええー、中3ブロックの共同体で、えー、旅行などを実施するときに使うようなことになっております。はい。今までもね、その抽選会っていうのは、はい。毎年やってました、ねはい。毎年そうですね、秋に、えー、行ってました。その時は、まあ、先着100人で、はい、そうですね、はい。カードはどういった抽選でしたか。はい。うん、その時はですね、うん、この満点のカードが2枚でお一人様2枚で、えー、1回。 抽選ししておりままた前回までは今回、はい、このカードが新しく変わるということで,うで、ねはい、どういったものに変わるのかというとこういったタイプ6月の1日からこちらの新しいカードになりますので、えー、今回、えー、前までの旧のカードで、えー、いっぱいになった方がカードがたくさんありますので、えー、イベントを実施するような形になりました。今、はい、今回は今度は度下に名前が 入入っったたりり住所入ったり、ね、そうですあ裏面にあの名前と住所を書くようになっておりますのであのいっぱいになったカードで今までですと抽選で終わりだったんですけど名前と住所を書いていただいて、えー、またさらにあのお楽しみのちイベントを考えております。はいということでその今までのこの瀬戸大橋のカードを使ったイベントがお楽しみ抽選開んと4月19日にある、はい、ということで。はい、はい、はい はい、あの4月の19日の、えー、日曜日にですね午前9時から、えー、午前11時まで「歌う商工会館」の前で、えー、抽選会を行いたいと思います。えーとですね、この満,満点カードを2枚で、えー、1回抽選できるような形になってまして、はい、お一人様、えー、2回まで、えー、このカードは4枚ですね2回まで抽選できるような形になっております。でですね、あのカードがまだあるよと まだ2枚4枚とかあるよという方でしたらまたあのレースンの後ろに並んでいただいてまた順番が回ってこられたらあの抽選できますのでえそうですねあの 並んでいいいたただきたいなと思います、はい、今までは、はい、今まで女性が先着100人で1回しかできなかったものがで、ねはい、今回で、はい、500回まで用意しておりますのであの今までですとあの2枚以上持っているという方もいられまして、うん、おられましてそれでもう一回並びたいんだ,だけどという話もあったんですけどあの今までお断りしてたんですけど今回はまた後ろに並んでいただきましたら2枚でまた1回引けますので。はい はい、そして今回商品久保さん教えてもらってもいいですか。あ、はい、商品はですね、うん、あのこちらのですね、はい、あのグリーンショップ会の方で発行しております商品券がございます。えー、あの特徴がですね、えー、2万円があ一番いい商品でございます。はい、あと1万円とかですね、えー、5000円、2000円。 でマット一、一番下の商品でも1500円ということで、うんえー、満点カード2枚1000円分で,です、ね、最低でも1500円の商品券がもらえるということでお、えー、お得な機な機会とっております、はいね、今回、このチャンスが4月19日の日曜日午前9時から11時、宇多津商工会館前で行われるということですね。はい、このの抽選会の参加 注意事項はですね、今、まあまあね、コロナウイルスが拡散ということで、まあ、あの商工会でもですねその拡散防止ということで、えーまあ、密閉空間、えー、密集場所、えー、密接場面ということで、まあ、あの屋外でするので、えー、密閉空間ではありませんし、えー、密接場面もあまりないと思うんですけども、 密集場所ということを避けるためにですね整、えー、理券をお配りしてですね少しでも間隔、密集しないように、まあ、あの車で来られた方は車で待機していただくとかいうようなことで、えー、コロナウイルスに感染しないということを注意したいというふうにグリーンショップ会は先ほど紹介した18 店舗ですけどこのピンクの商品券使えるのは町内のお店結構ありますね町内の商工会加盟店とかで82店舗で利用できますのでまたそちらの一覧表もあの県の中に一緒に入れておきますのではいまたゆっくり見ていただいたらなと思いますねお得にねこの2枚が通常だったら1枚500円のものがね2枚で1500円になるそうですね。チャンスですからねこれぜひぜひそして商品券もしかしたら2万円当たったらそうですねはい ありがたいです。はい、ね、どんなお買い物してほしいとかなんか,なんか期待ありますか？そうですまあ、まあ商工会加盟店で、はい、<laughs> たくさんあの商品券の額以上せっかくですか、あのお買い物もてもて求めていただきたいなと思います。うそうですね。うん、もう加盟店の方でですね。今やっぱりちょっと、えー、経済がですね、ちょっと冷えてますので、もう少しでもですね、えー、まあ。 ああ、コロナに気をつけながら、ああ、お店の方でですね、えー、買い物をしっかりしていただけたらというふうに思います。はいで、今までは、この五百ポイント貯まったものは五百円で商品でまあね。はい。宮脇さんとお花を買って、使ってたっていうことなんですけど、はいはい、新しいカードになったら、またお得があるということですよね。うん、そうですね、うん、はい。あの、このカード裏に、お名前とか住所を書けるようになっておりますので、うん、またこちらで。まあ、お楽しみの。 これからいろいろと考えていきたいなと考えておりますのでははいいいよろししくお願いします、はい、そしてちょっとこれ満点になってないよという人はどうなりますかあはい、あのー、こ,こちらのカードは5月末で、えー、使用が終わりまして、うん、次のカードは6月1日から新しいカードになりますのであの古いカードはですね、えー、まだ満点になってないカードは18店舗の加盟店にお持ちいただければあのスマイルマーク1個は5円と交換するような形になっております。はい、はい で今回の,このお楽しみ抽選会は4月19日の日曜日午前9時から午前11時まで,、はい、で場所は宇多津商工会館の前、はい、抽選会場は先着500回満点カード2枚で1回抽選ができます1人その時には2回まで抽選可能で、はい、3回目以降はまた列に並んでお届けということですね。はい、はい、分かりましたで今回まあ抽選会の実施に関してまた何かいろいろ相談中なんですかね。 そうです。今この新型コロナウイルスのあの感染予防の状態で、あの十五日にまたちょっと役員会をしまして正式にちょっと決めたいなと思,思っております。はい。はい、わかります。それまたあの十七日の金曜日までですかね。またあの総公開まであのご連絡いただいたら実施のことをお伝えできると思いますので、はい。でもね、まあしっかりこう注意事項もね、<あ>たっぷりありますのでね、はい、それで,、はいそでね、ぜひ皆さん。 この家に眠ってないかをこれ探して、そうですね実は、はい、ねぜひお楽しみに世界く参加してもらって <laughs> そして、はい、新しいカードにはその今まで利用していたお店で自動的に書いてもらえる感じそうですはい、はい はいわかりましたありがとうございます今日はグリーンショップカードが新しくなりますということで歌津商工会の方に来てもらいましたお問い合わせ先電話番号一応言っておきますね0877749-131149-1311となっています今日は二人ありがとうございましたどうも、はい、ありがとうございました